ドラフト1位の小坂がいきなりトミー・ジョー手術を受けることになりました。即戦力として入団したのにとても残念です。選手が悔しいのはもちろんのこと、ファンもとても悔しいです。今後このようなことが続かないようにドラフト選手にはメディカルチェックを受けるようにしてほしい。ドラフトの時点ですでに故障していた可能性が高いわけですから、ドラフト上位では高額の契約金が動くこともあるので事前のチェックはしてほしいと思います。皆さんはこの意見についてどのように考えますでしょうか？コメント欄にご意見をいただけると嬉しいです。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。英断だと思います。かつてロッテのドラフト1位で高橋薫という投手が逆指名で入団しました。その時点で肘を痛めていましたが、逆指名での1位入団のプレッシャーから周りに言えずに無理に投げ続けて悪化。結果1軍での登板はなしで引退。引退の際の最後の言葉があの時、痛いと言えていれば、でした。とても胸が詰まる思いです。引退後は新入団選手に自身の経験を語ったりと未来ある選手にアドバイスしていました。草加投手のトミー、上手術の成功、最高の形での復帰を願っております。同じチームでトミー・ジョンを受けたアメズは、リハビリ中に身体をむちゃくちゃ大きくして、昨シーズン終盤に素晴らしい能力を見せつけた。草加は身体がまだ細い。このリハビリ期間をただのリハビリ期間にせずに、進化の時間にしてほしいね。このタイミングでの故障ということでアマチュア時代に投げすぎたのではないかという声もありますが、昨年ドラフト1位で入団した8人の大学生投手の中でも草加投手の登板回数は4番目と特別多いわけではありません。4年生での特急回数が多かったことによる負担はもちろんあるものの、高校時代は西純也投手の控え投手であり、また投球スタイルも力投するスタイルではなく、投げすぎが原因だと言い切れるほどの根拠はないように思います。当初は保存療法を選択とも言われていましたが、代表的な治療法である PRP 療法は、専門家の医師もおまじないと表現しているように、決して万能なものではなく、その効果には個人差が大きいと言われています。トミー、上手術を受けることで副時間はかかることになりますが、大学生にしては体つきもまだ細かかっただけに、体作りも含めて万全の状態にして復帰を目指すという意味では良い選択だったように思います。結果的にトミー上手術をするなら、これだけ早期の決断になったのは良い面もあるとは思う。とはいえ、成績低迷のシーズンが続いている以上は、チーム全体としては下位置からの台頭が急がれる上、近年のドラフトが成功続きというほどでもなかったので、残念なことには変わりがない。投手陣はいくらいても良いし、ドラ1が今年投げられないのは痛いだろうけど、それでもリーグ内では先発は良い部類のチームなので、そういった意味でも比較的ダメージは少ない方だと割り切って、他の若手の奮起に期待するしかないだろう。トミー・ジョー手術に踏み切ったことは良いことだと思います。一つ疑問なのは、怪我が判明した時には保存療法を行うといった情報が流れた事故の情報自体がガセであったのならば良いのですが、怪我判明後も一番練習に参加していたことを考えれば、本気で保存療法を考えていたような気がします。手術をするのであれば一刻も早く行ってほしかったです。難しい判断であるとは思いますが、中途半端な決断にメリットはありません。これから手術を行うのであれば、戦力として期待できるのは2026年から投手力にはある程度の余裕があるので、しっかりと直してもらいたいです。フロントとスカウトの怠慢って言われてるけど、今回は仕方ない部分があると思います。その言い方だとロッテも怠慢になるし、メディカルチェックが事前にできない以上別に痛くても投げられてしまうため、パフォーマンスで気づくのには限界がある。選手も怪我の公表で契約金が何千万と変わるから言わないし、今回のは中日の知度は低いと思う。まあ無理をしなきゃプロになれるわけないんだから仕方ないけど、大卒のドラ1なら1年目から戦力になることを期待はされていたと思う。プロ生活の最初から厳しい道にはなるけど頑張ってもらいたい。無理して再起不能になるより、今のうちに手術リハビリして万全を期して臨む方がいいと思う。それまでは辛いこともあると思うけど耐えて花を咲かせてほしい。スカウト的にはかなりなんでしょうけど、トミー・ジョー手術の成功事例もかなり多くなってるし、本人の野球人生考えたら根治させた方が良いという判断ですかね。完全復活まで3年くらいかかるかもですが、それでもまだ2526歳、地道に頑張れるかですね。非常に残念ですが、手術でより頑丈な肘を再建して一軍で活躍してほしいと思います。故障と登板回数の因果関係に触れたコメントがありましたが、単に登板回数だけの問題ではなく、投球時の肘の使い方など様々な要因があると素人としては思われます。ドラ1への期待というのもあったし、楽しみにしていたからショックではあるが、これで終わったわけじゃない。怪我をしない身体作りを学ぶきっかけにもなると思う。復活を待ってます。これがドラフト3位以下とかならゆっくり頑張ってくれという感想になるんだけど、ドラ1でこれは上から結果出せって圧力もあるんだろうし。
10年低迷した中で何とかって発想でこうなったんなら何かしらプラン B というか補強なり何なりの補填が欲しいところ、今のところセリーグで頭一つ沈んで弱い中日だけドライチ不参加でテナント戦うようなもんだし、ひどすぎる。こういうドラフト選手って契約前にメディカルチェックとかしないんだろうか。本人にとっては気の毒というほかないが、何千万もの契約金が動くプロの世界、異常があれば契約をしないという選択肢が当然にあると思っていたが、そうであってもなくても獲得した球団フロントへの失態だろうけど、逆に今で良かったんじゃないかな。シーズン中だと周りの期待を感じながらだましだましやっていた可能性もあるし、この悔しさを身体作りに当てて精神的にも大きく成長してほしいですね。これは中日サイドは指名前の段階で分かっていたことなら問題ないが、分かってないとしたらスカウトの調査能力にも問題ありだし、本人が怪我を隠していたとしたらそれも問題。いずれにせよ自主トレ程度で肘を痛めるわけない。まあ温存してもだましだましにしかならないから手術した方がいいと思う。それにしてもこうなることを承知で指名したなら仕方ないが、そうでないならスカウティングの問題は見過ごせない。中日のスカウトは責任問題に発展するようなレベルでは、これならポテンシャルを評価していても2位以下での指名で、代わりに他の良い選手を指名できた。そうかも、日本には DL がないし来シーズン後半まで期待できないならオフには育成契約に切り替えだな。あくまで個人的意見だが、奥川みたく期待されながら投げられず、ずるずる復帰が先延ばしになるより梅津のように1年半後には投げられると割り切って体を作ることに専念できる方がいいと思う。ルッキー1年目でいきなりトミー上手術を受けることにしたのですね。トミー上手術を受けると1年投げれないですが、焦げる気持ちになりますが、焦らずに治療に専念してください。その選択は間違ってないよ。保存療法したって完全に良くなるわけじゃないし、 TJ のがパワーアップして帰ってくれるし、長く選手生命を送れる可能性だってあるわけだしね。焦らず再来年あたりからの完全復活待ってるよ。本人が一番辛いでしょうが、トミー上手術は回復に時間がかかるので、少しでも早く見つかったことが幸いと思えるように2年間リハビリで頑張ってほしいですね。怖い選択だったろうけど、早く決断してくれてありがとう。早く活躍するより長く活躍してくれる方がいいに越したことはない。焦らずしっかり身体作りに全力を尽くしてほしい。